さて今回は逃していったフラグたちをゲットしていく無敵モード、ミッション玄関に向かう、向かいません。こういうのがあったのか。二度寝してみる。すやー、あ、ここあ、ヒロシのキョロキョロかわいい。あー、き危ない、騎乗位とか言いそうになった。あー、チーン、ヒロシがヒロシが大人になった。いや、今眠るのは得策ではないかもしれません捨てたな、お前。田園都市線の略称2文字を捨てたな、お前。なので今回は結構じっくり調べていかないといけないかもなんで、まあなんかあり次第お伝えしますって感じかな。さて無敵モードなんで、青鬼とも好きでできるからな。よし、じゃあ拓郎とたけしんとこに、よいしょ、うん、4人揃ったねこれから仲良くしようぜ俺たち。ここも仲良くできちゃうんでしょ。なんかヒロシが殴ったみたいだ。これで3つ目かな。華麗な避け方だったな。で無敵になってるので、あ、よかった。びっくりした。ゲームオーバーかと思った。冷蔵庫から人の気配が。しませんね。科学的。お、科学的レンジ。そして、足元に人の気配がしたけども、無敵。強い。あとどこだっけかな、即死ポイント。そういうところがね、フラグ回収ポイントになってるんで。ここ。洗濯機から人の気配が。当たった勢いパーン。あよし、一緒に用を足そうぜ。かよこさん先にどうぞ。いえいえ、ひろしくんこそ私大きい方だからひろしくん先でいいわ。ありがとうございます。科学的に考えて小便です。もういいかな。どこまでついてくる？もうおしまいか。あとはここで、なんだっけ、敏夫が引きずり込むんだけども、お兄ちゃん背中流してあげる、と。浴槽からもう一組の手が現れ、子供を再び水の底へ沈めてしまった。ほの暗い水の底、だっけ。そんなタイトルの、やつあったな。よし、チリーン。玉を、玉を、私まだ入ってないわ。マットレスと敷布団の間からメモが見つかった。これ、もうこの時点で見れるのか。本来布団がなくなった後に、ここにポイって置いてあったけどね。おお、広がった。これ、本来はゲームオーバーなんのかな。今の感覚は何だったのでしょうか。おお、危ない危ない。これもう一回入れるもう入れないか。いやー、ほんと結構逃してたんだな。でもまあ無敵じゃないとね、見れないところも多いっぽいから。あれ？こっちにも来れたんだ。あー、これもフラグだったんだ。省略すぎー。で、
頭尾がこうなっていると。あ、追いかけっこしてる。お、電話一旦切れたか。電話を無視していろいろ歩き回ろうとしたら、年音にゃんにゃにゃーん、よ、ちょうどいいところにいたな。と、これはどのタイミングでもいいのかな。やべえ、詰んだ。ねえ、ちょっとがばってくれない動き。お、よしよしよし。その調子その調子。よしよし、あー、くそ。ちょっとちょっと、後ずさって、後ずさって、くそー。一体俺は何と戦っているんだ。よーし、抜けられた。俺がそっぽ向いてやれば、割と別のとこに移動してくれる。あ、ついてる。え、先ほどなかったタッチディスプレイのついた電子ロックが新たに取り付けられてる。これは、ね、タイミング的にはこの先の部屋に行くと戻れなくなるぞ、心当たりがありますって言ってうろうろしてるあたり。なんだこりゃ。それも貞子の気配が2つ。片方は人間らしい感じがするな。さっき屋敷の2階で話したやつと同じ気配だな。化け物の方の妙に塩らしい気配がするが。ディスプレイ、ループ?は?これ?ん?ループ。5、リストにない文字で、文字が数値と、文字が数値。リストにない、これ?リストって。文字が数値。1、3、4、5、7、8。8はループしてるけど。8? 全部8とか言ってみる?違うか。ループ?丸5だから。ROOP。R ねえなあ。あ、あるけども。アルギニン。R。1234。マフーバじゃ。ちょっとメッセージが変わってるね。貞子も投げ込んでたっぷり吸いでやりたい。ここも追加されてる。さっきの恨みを晴らしたいと。これで4004004007でいいのかな。0はそのまんまで表すと、おお、よしよし。ディスプレイ、え、慈悲はすぐに消える、優しさはいつも蜃気楼、当てにならない、家族のものでさえ信じられるのは憎しみだけ、ひとたび憎しみを抱いた人間が明日に慈悲を取り戻したなどという話を聞いたことがない。私の良識はこの新たな力で憎しみをこんな形にすることを進めてきたが、何になるというのだろう。
青鬼は呪いだけじゃない不思議な力があるみたいだね。言うに言えない悩みを何かの仕掛けにして具現化する、だったりしてな。はぁ？スパイラル。これスパイラル？スパイラル！すごいな、なんかさっきのが、さっきのミスが、まんま答えだったんだ。両親を誹謗した人々は、誹謗の対象が死してなお、矛を収めることがなかった。矛を向けたまま、あるいは差し貫いたまま、何事もなかったように、どこかに去ってしまった。人は結局、悪気しか信じない。私も悪気しか信じられなくなってしまった。貞子、かやこよりめんどくさそうだな。直接の敵が亭主のような個人でなく、一般大衆といった世間だからな。あ？リング？リング螺旋？なんとか。あれは関係ない？え？YVSQ。YVSQ。Y。V。YV。でもそれだと、7、8、9。桁がおかしいことになっちゃうぞ。ん？リングが、R が Y になる。違うな。Y 1の値？ちょっとメモる。Y はてな V はてな S はてな Q。 このはてなが Y、 リングが Y。リング。Y。V。V。I と関係ある？I は貼ったけど。Y の R 3 V のなんだっけ、I 4 3 4 S ある？ S のん？N がないね。ん？あ、違う、こっちか。こっちを見てしまった。N、5？ 3、4、5、9、9ある？ 3、4、5のグルタミン。3、4、5、9、9。9じゃない、G。1。3、4、何だっけ、3、4、5、1？よし。死んだことにしてまで、なぜ母は弟と消えてしまったのだろうか。これね、編集でパッパ解いてるの見えるでしょ。いろいろとね、無駄考察のシーンがね、実は結構続いております。かなり的外れすぎて、恥ずかしいこと言ってるんで、カットします。ので、皆さんには、すごくパッパ解いてるように見えます。一体何を考えているんだ。母も弟も素直に愛することのできたあの頃に、無理だ。あ、彼女の癖が感染しそうだ。敵対する立場の私たちの目につくところに、なぜ内情を吐露するのでしょうか。気づいてほしかった、知ってほしかった、そういう系か。あの貞子も基本、かまってちゃん、分かってちゃんなのは変わらないのかもな。
そのための呪いって一面もあるからね。未練がある。つまり、ね、このままじゃ死ねない。誰かに知ってほしい。誰かに。っていう感じの感情があるんだろうな。自覚あるのかな、そこんとこ。これはあいつなりの賭けなのかもな。心を開くかどうかの。ハッピーウイルスデイ、バース、ブリース、ビールスデイ、トゥーユー。誕生日？ん？え、なに？ハッピーウイルスデイ。貞子ウイルスの、あれとは関係ない？なんだっけ、19?これ関係ない？これ関係ないね。感染した部分を望ましい文字に直し、ウイルスがバースだったら当たってるね。当たってるっていうか、正しいハッピーバースデー通用になるね。修復した部分を変換した値、修復すべき文字がリストになかった場合は、修復前の文字を変換。はい。B、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 V ならあったけど。なんや。そのまま入れちゃってみる？あ、でも違うな。あ、そしたら、これがね、V が10、11、12、13、14、15、15i、 これが 17R4TH だった。これが18で、エッチなやつが欲しい。515174185。これどうすか？1517。よいパコ。よーし！私のすべてを世界中に転写しない限り、私の居場所ではないのではないドラオコウ。選ばれた人間は捨てられた人間の怨念を引き受けなければならない。ここ、コッコ、貞子の気配に混じって、得体の知れない何かを感じる。ああ、貞子自身も強烈な怨念の持ち主だが、貞子を貞子たらしめる黒幕の匂いがするな。転写とくれば、DNA を思い出し、起こしますが。ああ Birth Year to You。え、これ貞子の19、なんだっけ、1966?よし。この屋敷で、彼女と獲物を奪い合うことになった。俺たちか。しかし、彼女の背後にいる、医師団は、私のそれと似た雰囲気だ。どういうことだろう。青鬼と呼ばれた医師団は、こちらが手出しない限り攻撃はしてこないようだ。しかし、今一つ考えも行動も読めない。今後の気がかりだ。なんていうか、貞子をかやこをメインボーカルに例えると、とんでもない数のバックコーラスがいる感じがする。医師団、騎士団、ふっふー。貞子やかやこの講演会みたいな霊団か。そんな後ろ盾がいるなら、道理で尋常じゃなく強いはずだ。ん？あ、開いた。あ、なに？ H、 え、ちょっとこれ一応メモる？ダブ、H、 メモなくても良さそうな気がするけど。えい、なんだこれ。で、一応セーブしよう。あ、どうせ無敵だから関係ないだろうけど。勝手にテレビがついているあたり、化け物屋敷らしいな。ケイゾウさん、呪いのビデオをお借りします。デッキの内蔵ハードディスクから、このビデオにダビングしてみますね。電子ロックの WH-HANYARARAV というメッセージはおそらく、ダビング。あー、なるほど。ハードディスクドライブからビデオ、ヒデオという意味でしょう。何が上書きされるんだ？お、光った。
画面には何も映らない。しかし、なぜだか見ているだけで安心感を覚える。あ、揺れてる。テレビがね。貞子の気配が乱れてきた。混乱してる。どういうことだ？お？この本棚の中身、今のビデオデッキと同じ気配がする。ほんのり温かい感じ。なんか、ぬるいんだろうな。デッキのハードディスクに、かっこ霊的に細工したのはお前らか。悪者じゃなさそうなのは結構だが。本棚に身をやつしている人たち、でしょうか。どんな方々で、何とおっしゃっていますか。貞子やかや子のも含めて、同じように呪っている人たちにとっての、大切な人の集まりみたい。ん？大切といっても、命を奪われて魂を箱の中に大切にしまわれた感じらしい。たまったもんじゃねえな。今まで縛られて動けなかったのが、青鬼の屋敷の空間と合わさってから、なぜか体を動かせるようになったんだって。本棚はとりあえず、仮の姿みたい。監禁つながりでここと合わさったのかもな。今は軟禁に近い状態まで良くなってる、だって。怨霊どもの一部は、こいつらの元へ代わる代わる暖を取るかのように来ているそうだ。へえ。まるでストーブか暖炉ですね。貞子やかや子も時々来ているとのことだ。ふと目を閉じた。貞子らしき人の女性が、人のリングの中心で立ちすくんでいる様子が浮かんだ。しかし、周囲の人たちは距離を取りつつも、温かく彼女のことを待っているように見受けられた。貞子のそばに誰か来た。遺品にちょっと残ってたこの気配は確か、遠山、ひろし。貞子の彼氏か、ひろし。ふっ、縁だな。何を話したかよく聞こえなかったが、気配の変化からして、化け物のハートにいくらか届いたみたいだな。プルプル、プルプル。プルプル、僕悪いテレビじゃないよ。ふっ、貞子にとっては圧倒的な思いやりの方が逆に応えるみたいだな。ダビングが終わった。確かに、貞子の気配が若干変わってるね。もう一回ダビングしてみる？いや、やめとこう。これ以上は、これまで世間への不信感とのせめぎ合いで、貞子が発狂しかねない。世間から受けた傷は、世間でないと回復は難しい。貞子、世間の風呂にゆっくり浸かりな。沙汰はそれからだ。お、すごいビローンっていうフラグ音がした。これでだいぶいい感じになったんじゃないか？貞子の片思い相手、かや子が、小林俊介の魂が、小林くん、こんなところにいやがったか。しょぼくれてんじゃねえよ。釈放の時間だぞ。とっととこの鏡に映れ。あれか、あと数人しか入れないって言ったのは、ここで入れてないといけなかったのか。小林、かや子は若干だが落ち着いた。今ならお前があいつに血眼で追いすがられるほどではないかもしれない。小林さんのコンが、慶堂さんの鏡に回収されたようだ。フラグオン。そうか。遠山、あんたはここで貞子をフォローするつもりか。善意の方も、化け物の方も。いつか、世の中を呪う気をなくしてくれるようにか。俺たちはこっちのヒロシと、これから化け物退治の仕上げに向かう。動きが取れるようになったのなら、善悪の意地を見せて、呪いの内側から働きかけてくれ。俺たちだけじゃ解決は困難だ。それから遠山、俺の調べだと善意の方の貞子は、生きてる奴の怪我も、死んだ奴の怪我の苦しみも治癒できる力があると聞いている。マジっすか？怪我をしてる怨霊を片っ端から治療してもらえ、それで収まる奴も多いかもしれない。引き続き温度をとって、ここの連中を働かせてくれ。怨霊どもが落ち着いてきたら、ここから自力で脱出する糸口も見えてくるだろう。頼むな。はいよ。よーし。結構重要なとこだったね。白幕。最後の助け的な。
これで、じゃあ、青鬼ゾーンというか、あそこに行くか。